身を尽くしは、源氏物語五十四条の巻名の一つ、第十四条。巻名は、作中で、光源氏と明石の味方が交わした、和歌、身を尽くし、恋古印に、ここまでも巡り合いける絵には不可な及び、数ならで何はのこともかひなきになど身を尽くし、思い染めけむにちなむ。光源氏二十八歳十月から二十九歳冬の、話。 罪を許された光源氏は都に帰り咲き、湿居前の間に、右大将から大納言へ昇進。三大の日を迎えた。清涼殿へ行き、兄巣ざくみかどと三年ぶりに再会。兄弟水入らずの時を過ごし、その後東宮と再会。長男、夕霧は、天井堂として東宮に仕えていた。東宮が元服を迎えたのを機に、巣ざくみかどは位を退いた。一方、 赤氏の味方は無事姫君を出産。源氏は将来校になるであろう姫君のために、乳母と祝いの品を赤氏へ送るが、そんな源氏の姿に、このない紫の上は密かに嫉妬する。秋になり、源氏は住吉へ盛大に参詣した。偶然同じ日に気合わせた赤氏の味方は、そのきらびやかな様子に毛をされ、改めて源氏との身分の差を思い知らされる。 藤原恒つの知らせで味方が来ていたことを知った、源氏は、声もかけられずに去った味方を哀れに思い、使いを送って、歌を交わした。その頃六条宮須所も娘の五木宮ともども、とへ戻っていたが、宮須所は、その五秒に倒れ、しばらく会わずにいた、源氏も見舞いに赴く。式を悟った宮津所は源氏に、娘の将来を託し、決して愛人にはしないよう釘を刺して、 よう去った。源氏は西宮への未練を感じつつも、宮須所との約束を守り、五木の宮を自らの養女に迎える。須作院から五木の宮を日にとの要望が来ていたが、源氏は、富士都の助言を得て、西宮を冷静御門へ受代させることにした。西宮は二条当院へと引き取られ、子供がいない紫の上は、大層喜び世話を焼く。しばらくして、受代の日。 西宮の晴れ姿に、宮須所の代から使える女房たちはこの場に、宮須所がいないことを惜しみ、感類する。須坂御門からは、祝いの品々と共に、文が寄せられた。代理へ入った、西宮は梅壺に電車が決まり、これ以降、西宮女房と呼ばれる。ありがとうございます。